はい、酒好きなもと新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイ、自家搾りシリーズの、福島産赤月桃、福島か。限定出荷、アルコール度数 4% とちょっと低め、果汁が 3%。福島産、赤月桃を、丸ごと絞ったストレートコンダック果汁を使用。原材料は桃果汁と焼酎と糖類と酸味料と香料。アルコール度数が4% か。ちょっと少ないっす。乾杯。ああ、ネクターの炭酸ネクターみたいな。ああ、うまい。やっぱ安定の自家搾りだな。うん。自家搾りは美味しいんだけど、これ 4% でアルコール度数がちょっと少ないですね。ほとんどジュースですね、これ。個人的にやっぱ 6%、7% ぐらい欲しいところ。その点、タガラの缶チューハイのこのね、自家搾りシリーズの、まあ一番、売れ筋のレモンとグレープフルーツ味は 6% なんですよ。うまいんだけど、やっぱアルコール度数が、ちょっと少ねえかな。よっ。やっぱりね、焼酎メーカーなんで、やっぱそこそこアルコールの、っていうか焼酎を使ってもらいたいところではあります。僕としてはね。もうね、何飲んでか、ジュース飲んでんじゃねっていうレベルなんですよね。もう 4% ぐらいだと、ちょっと少ない。うん。6% ぐらい、7%、6%、7%。もう最低で 5% ないと、まともに、たまにほら 3% のとかあるでしょ。俺あれ買わないんですよ。なぜかってジュースだから。うん。俺まあ、3% 以下は確実と言っていいほど買わないですね。ただ稀に、ちょっと気になるから買うっていうやつあるんだけど、ほとんどの場合買わないです。95% くらいの確率でほぼスルーしますね。うん。で、あと、新商品があった場合、まずパッケージの裏見て、甘味料が入ってないかをチェック。で、甘味料が入ってた場合はもう 95% の確率でスルーですね。買いません。なぜかちょっとまずいから。ってことでしょうね。まあ、
当然、甘味料が入ってても、たまに買うときがあって、それは俺が気になってるからですね。俺が気になっている場合は買いますけど、まあ、ほとんどの場合、買わないですね。これは美味しいんだけど、アルコール度数が低いな。やっぱり焼酎メーカーのチューハイっていうことなんで、で、甘いですね。香りはまあ普通。これは普通ぐらいか。買いかっていうと別にって感じですね。3433です。ご視聴ありがとうございました。